世界のお姉様、お嬢様、おはようございます。ひなです。この日はお待ちかね、ミュージカル天使にラブソングをシスターアクト大阪公演を見に行きましたので、感激 Vlog を撮っていました。まずお決まりの身支度です。ジル・スチュアート様のクリスマスコフレ2023年を中心に使って、メイクはクリスマス仕様に仕上げていきました。別動画として詳しくはまた出します。いつものベースメイクを終えた後、ハイライトから始めております。透明感メイクが好きな私、今年のユニコーンユートピアシリーズは本当に好みにドストライクです。セットに入っていたメルティシマブラッシュでツヤ感、そしてブルームミックスブラッシュ25番で透明感をさらに高めていきました。アイパレットも捨て色なしです。ただ圧倒的に私は右半分のピンク系がお気に入りで、先に右からなくなるんじゃないかなと予想しています。チークといい、アイカラーといい、今年のジルさんのクリスマスは好みによっては発色が物足りないかもという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。それくらい色づき自体は控えめの、肌の見た目、質感を変えたりツヤを与えてくれたりするお色味が目立つので、日々のスキンケアもひっくるめてメイク完成と言えるようなメイクに仕上げてくれます。とはいえアイメイクはしっかりマジックアートレベルで垂れ目に見せたい私、はい、こちらの昔のアイカラーを引っ張り出してきたりしますよ。この赤のパレットお気に入りすぎるし、ウサギメイクが流行った頃に出ていた記憶があります。こういうパレットまた出してほしいし、ウサギメイクまた流行らないかな。そしてさらに垂れ目メイクを強調するためにアイライナーを入れていきます。そして笑った時に目の下がプクってなるじゃないですか。そこに乗せる感覚でアイダイヤモンドグリマーを乗せていきます。今回はパープル系でした。はい、そしてまたチークはこちらのユニコーンユートピアを使っていきます。ピンクと赤をミックスしていますが、自然発色よりも薄付きです。仕上げのフェイスラインのシャドウが浮いてしまわないように、この後ラリレさんの濃いめのチークをさっと入れします。クリームチークもですし、ブラシのチークもですし、メイクってある程度トントンと手際も大事な気がします。グラデーションするための缶とかお絵かきじゃないですか。水彩画ですよ、メイクって。そしてビューラーをして、まつげはいつもの髪の色に合わせた赤みブラウンです。こちらのマスカラ本当にヘビーローテーションで使っております。マスカラだけはチープコスメですね、本当に使える。あ、そうそう、私は少し前の動画でジル・スチュアート様の2023年のユニコーンユートピア第2弾の予約を逃しましたという話をしていましたが、無事ブルームミックスブラッシュ25番入手することができました。某フリマアプリ様にて遅ればせながらの入手でした。このブルームミックスコンパクトのクリスマス限定25番は奇跡の透明感で、やっぱり諦められなくてネット貼り付いていてよかったです。もう本当にいい発色というか、発色透明感なんですよね。はい、そして前髪をパリパリにセットします。そしてラストはリボンとウサ姫ちゃんで仕上げました。髪を巻こうか悩みに悩んで、余裕を持って早めに現地に向かうために時短です。巻き毛は断念して、でもウサ姫ちゃんは低い位置に結んだヘアアレンジとの相性が良くて、舞台を見に行くための感激ファッションに優秀です。あ、紹介漏れしてしまいましたが、リップはサムシングピュアブルーを使っています。ピュアピュアでやばいメイクになっております。もともと垂れ目で垂れ目メイクが必要のない方がこのメイクをしたら、おそらくチート級にピュアピュアです。そして、髪は最近井上聖光園様の美容オイルでしっとりさせています。香りがしないから香水との喧嘩もしません。はい、そして三条京阪に出てきました。やはり推しに会える朝はお空の色も川の水も空気もものすごく美しく見えます。胸キュンすると世界が色を変えるって、ときめきを言い表す古典的な言葉かもしれませんが、その通りだから不思議なものです。そして阪急電車へ向かう途中、京都高島屋さんでは早くもクリスマスのディスプレイがされていました。高島屋さんのクリスマスディスプレイは毎年すっごい可愛くて楽しみなんです。今年は外のショーウィンドウでされていました。いつも館内でされているんですけれども、外は外で皆様が見られるからいいですよね。可愛いの共有、中でぬいぐるみがこうやって動いているのもとっても可愛いです。
そしていつもクリスマスのディスプレイがされているエントランスではディオールさんのポップアップが開催されていました。京都高島さんは今年大改装されまして、随分と店も増えて雰囲気も現代チックに変わって楽しいです。それではいよいよ阪急電車へ向かっております。いつもの阪急電車でも推し活というだけで、ちょっとした小旅行というか大阪へ移動するだけでもワクワクします。この日の阪急電車空いていました。ちゃんと私特急座ったのねと一瞬不安になったくらい、これが年末になると毎年二酸化炭素で息が詰まるほどの混雑の仕様なので、京阪神の人口の増減恐ろしいです。それでは行ってきますと言っているうちに大阪に移動しました。電車オタク様のお気に入りのスポットの一つでしたっけ、ここは梅田のあそこです。そして梅田芸術劇場さんは昔から馴染み深くたくさんの思い出で溢れる大好きな場所なので、いつもの駅でも推し活の日はやっぱり特別な眺めが広がって見えます。一昔前、例の感染症が流行って自粛ムードが世の中に蔓延してしまいました。もちろん舞台鑑賞も自粛の対象で、推しにも会えず何のために何を楽しみに生きているんだろうと本気で絶望へ向かっていました。私は他者様に自分の幸せを委ねるタイプではないですし、自分を幸せにできるのは自分であれという生き方をしているのですが、だからといって推しに会えず心の栄養補給ができるか、ときめきなくして健康的な心身を保てるかといえば、それは別問題じゃないですか。推しって心の栄養源だと思いませんか？笑えば健康になるとはよく言われますが、ときめきも健康に必要なんです。そしてクリスマスの飾りが梅田にはたくさんありました。こちらの阪急ホテルインターナショナルさんは再来週も撮影予定があります。劇場到着です。当日までのドキドキワクワクからの念願の天使にラブソングをシスターアクトは一気に引き込まれて、きっと一瞬のうちなんだろうなぁと、まさに天使に遭遇した心地で目にも心にも浅香マナト様を刻みつけて、きっとあっという間の感激のひとときになるんだろうなと。そしてこちらの物販も美しかったです。過去のグッズから新しいグッズまで、こちらのペンライトはすごい優秀なんですよ。この後紹介します。はい、パンフレットも美しい。このペンライト長押ししたら色が変わるんですよ。長押しでスイッチオンで押していくとこうやって色が変わるんですよ。紫、青、紺、赤、緑みたいな。美しくないですか？とっても美しい。来年も使えたらいいな。そして他の宝塚王子様のパンフレットに浅香マナト様が乗られていましたので、パンフレット布教用にいただいて帰りました。そしてはい、あっという間の幸せなひとときを終えてしまいました。現実へ向かっております。デロリス・バン・カルティエ様、聖女様でした。イケイケでカリスマで聖女様、華やかで破天荒な歌手であり、実は寝床に聖書を置いてしまったりしているシスターもどきでもありの多面性を持つ本作の主人公は、美しく可愛く格好よくエトセトラと多岐にわたる魅力を見せてくださる浅香マナト様に重なる部分がありました。感動冷めやらぬまま現実の京都へ引き返し、そして現実に戻ってきてしまいました。さてこの通り Vlog を撮っていたので編集作業などもしたいなと思い、気になっていた場所に向かっております。タリーズカフェさんのクリスマス限定商品、 Twitter の方を見ていて可愛いと見ていましたので、こういうカフェ系の限定は一人で来ることがほとんどない私、珍しい行動をしていました。こういうどうせ帰った後は寝るだけなので頭がぼーっとしてしまうかもしれない。ミルク割りドリンクも解禁です。クリスマスの装飾も店内可愛かったです。オーダーを待っている間も気分が上がりました。はい、いちごミルフィーユロイヤルミルクティーとキャラメルチュロスリボンです。可愛くないですか？チュロスもカラフルなシュガースプレーがついていて、とってもクリスマスな雰囲気です。それではいただきます。コップの中が少し減ってしまっているのはお気になさらないでください。撮影し損ねてしまいまして、撮影し直しました。リテイクです。はい、このいちごミルフィーユロイヤルミルクティーはすごかったです。店員さんがすっごいなんかドリンクらしからぬのをパラパラふっかけてくださってると若干待っている間見ながらガクブルしていたんですけれども、そのトッピングは本格的なミルフィーユ生地を小さく砕いたものでした。ドリンクなのにミルフィーユ食感
感、そしてカスタードがいい仕事していました。ミルフィーユの味がぐんとアップしていましたね。それによって文句なくいちごスイーツ好きにはたまらない絶品だし、スプーンで食べて正解だったんじゃないですかね。なんちゃってのデザートドリンクを想像してオーダーしたらびっくりすることになります。でトッピング部分、本当にいちごミルフィーユでした。で、あのロイヤルミルクティーの部分は言わずもがなの安定の美味しさでした。昔私実はタリーズさん常連だったんですよ。あの頃は外食で家でも飲めるストレートティーはもったいない思考だった私。タリーズさんでもロイヤルミルクティーが定番のオーダー内容でした。というかタリーズさん店内の雰囲気すごく落ち着くじゃないですか。照明も明るすぎず、椅子やテーブルもそこそこおしゃれで、そして客層も静か、作業したい時の場所として有力候補なんですよ。重宝していたのが懐かしいです。そしてこちらのチュロス、甘々の見かけによらず大人のお味でした。まさかのハードパン系イースト生地という、本来のチュロスさんのもちもち食感ではなくご飯系でした。キャラメル部分が体に良さそうなくらい手作りの味で濃厚で、パンにキャラメルを塗ってみたいという方におすすめの一品です。お手軽にそれが実行できるんですよね。そういったお味です。タリーズカフェさんは少し前にもピッツァを食べたことがありまして、その時もピザというよりパンでしたので、実はタリーズさん健康志向な方向け説が私の中で浮上しています。さて、天使にラブソングをシスターアクトは再演されているミュージカルということで、とてつもない有名作品なので少しぐらい感動を伝えてもいいんですかね。アッサカマナト様も可愛いし美しいしかっこいい可愛いヒロインでした。前回の舞台社員賞がいかにもお姉様だったのに対して、この天心ラブソングのデロリス様は可愛いです。この作品、私は信仰と友愛の物語だと思います。 PE の現場を見てしまってもかくまってもらえるような知り合いもいなかったデロリス様、過去に父親は出ていて何もできないと怒鳴られてばかりだった青春時代、歌が上手すぎるにもかかわらずなぜか売れない歌手だった。序盤では明らかに信じられるのは自分だけ、好きなように生きて目標に突き進むというスタンスだったデロリス様が、身を隠す場所となった修道院のシスターたちの交流を通して他人を信じる隣人愛に心を傾けていくんです。隣人愛を得たとあえて言えないのは、もともとデロリス様の中にはそれがあったから。シスターたちとの交流はデロリス様にとっくに根付いていた隣人愛や信仰心を引き出すきっかけになったに過ぎません。というのが、特にそういったセリフがあったわけでもなかったのに伝わってきた朝霞様の表情、眼差し、お声、表現力、デロリス様の強さ、繊細さ、純粋さと朝霞マナト様の力強さと柔らかさ、繊細さ、明るさ、まっすぐさが化学反応を起こされていて愛おしさが溢れ出す、そんなミュージカルでした。アメリカが舞台というだけあって、そこまでそっち路線ではないんですけれども、洋画吹き替え口調で演じられていたのもツボでした。クリスマスにぴったりのハートフルストーリーだけど、不穏なシーンや辛いシーンもたくさんあって、それでいて重くなりすぎないのは、あの洋画独特の雰囲気を投入されていたからなんじゃないかなと。そんなデロリス様は、元恋人のカーティスや部下たちがゴージャスセクシーと称賛したり、元クラスメイトで警察官のエディが自分もデロリス様のようにかっこいいヒーローになりたいと憧れていたり、シスターのロバートちゃんが道しるべのように慕っていたりするように、デロリス様かっこいい女性なんです。それでいてヒロインかわいい、一粒で二度も三度も四度も何度も美味しい、いえあらゆる全ての称賛が当てはまる天使って、朝霞マナト様のようなお方のことを指すんですよね。真面目な話、どちらかといえば可愛い系じゃないですか朝霞マナト様って。でも美しくてどこまでもかっこいいの限界突破、デロリス様もハマり役です。元恋人のカーティスさんはマフィアで密告者をピーした現場を見てしまうんです。デロリス様それで修道院に囲われることになるんですけれども、その修道院、カトリックの闇が描かれていて生々しいんですよ。以前どこかの動画内でも話していました通り、キリスト教ってピュアピュアに描かれることがフィクションの中では少なくないですか。権力で人をねじ伏せたり陰謀したり、人間の欲に従
従ったり、実際の史実でもイギリスのメアリー1世がプロテスタント教徒を虐殺した記憶など残っていますしね。この天使にラブソングをの修道院長も訳ありの女性を囲ったのは警察からの寄付金があったから、それがなければ追われているデロリス様を見捨ててしまっていたでしょう。それでも世俗に染まったデロリス様にずっといい顔をしなかったのは、外の世界に救いはない、外は地獄、修道院の内部こそ天国への近道だと考えていたからなんです、修道院長。私、カトリックの授業を受けていたんですけれども、昔、このミュージカルの中の聖職者は異端教徒みたいに思いましたね。まあ、さすがにこんなヤバい人たちばかりではないでしょうけども、誇張された表現だとは分かっていますが、ただしシスターたちや神父様は柔軟性に長けていて、そしてこの修道院長も最終的にはコンサートをライブと言ったり、外の世界に目を向けるようになります。怒られる例えかもしれませんが、恋愛と宗教って似ているなと思います。実際冒頭のバーでのオーディションのシーンでも、ミサのシーンでも同じラブソングが歌われています。愛する人へ向ける歌、そして神様へ向ける歌、どちらだと言われても納得するんですよね。修道院長は恋に恋するタイプのように、敬虔なクリスチャンである自分自身に恋していた部分があります。一方デロリス様は形にこだわらず気持ちのまま行動するタイプ。好きなら好きだし、こうすべきと思えばこうする。それでは名残惜しいですが、続きは年末のおうちカフェで語ります。本日もご視聴ありがとうございました。ひなでした。